こんにちは、スリーです。今回は自分のスタイルをコート上で表現する方法の記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください、えー。以前書いた記事に対して質問者さんからお返事をいただきました。それに対して私なりの考えをお伝えしているのでご覧ください。特に試合に出られている方には参考になると思います。えー、こちら、市川さんからです。ス、え、リーすさん、市川です。えー、ご返事ありがとうございます。 音声聞かせてだきました。とてもわかりやすい内容でした。ただ、自分のスタイルにそこまで自信がないので、試合中に少しうまくいかないとすぐ自信をなくし、いろいろなことをやろうとする自分がいます。まず自分のスタイルを確立し、その上でそこから違う展開をできるようにならないといけないですね。あと、スリーさんがそこから進化論に進んだことには驚かされました。 ですが、こういった自分では考えられないような発想をされているので、こちらにも新たな気づきがあるんですね。これからもその柔軟な発想で刺激を与えてください。よろしくお願いします。というね、質問でしたが、それに対して私はね、えー、市川さん、私もそう言いながら、なかなか緊張する試合では自分のスタイルを捨てることはできないんです。でも、試合全体を支配できていたら、そういう工夫も可能なんだと思います。まあ、要は、 自分がね、えーまあた、例えばサーバンドボレーがね、プレイスタイルだとします。でも、どんだけサーバンドボレーしても、相手がですね、うまく合わせてバンバンね、打ち込んでくると。だから、要はね、うまく相手のタイミングが合ってる状態なんですね。それでも、自分はね、サーバンドボレーが得意だからっていうのでね、やり続けてしまうと、ねまああのー、そのままやられてしまうこともあると。それだったら、一回ね、えー、ちょっとスタイルをね、置いといて違う形で持っていって、 で、またね、えー、相手を崩してから自分のね、えー、得意に持っていきましょうっていうようなね、そういう内容だったんですけど、でもやっぱりその自分のスタイルがあったらですね、それをなかなかね、一度捨てるっていうのは難しいんですよね。でも、えー、お、先ほどね、お伝えしたね、試合全体を支配できてたらね、そういう工夫が可能なんですよね。要は、今、相手は自分のサーブとね、ボレーに、タイミングが合ってると。 だから打ち込みやすいんだっていうことを把握したら、一回ちょっと相手のタイミングをずらしてからもう一度やろうっていうね、全体的なね、えー、視点から見た戦略戦術っていうのが立てれるんですよね。まあそのためにはね、冷静にね、えー、時には自分の得意パターンを一回ね、えー、まあ置いておくっていうね、まあそういうようなね、判断っていうのがね、あのできるかどうかはね、やはり主導権を握れているかが大きいと思うんですよね。だから要は余裕があるかっていう感じですよね。 で、それがね、できるヒントとしては、私の考えがね、何かを変えるきっかけになればね、嬉しいと思っています。自分の持っているものはね、出し尽くしているつもりなのでね、何か参考になることがあればね、うまく活用してくださいと。まあそういうね、発想として、まあ私はいろんなアイデアをね、えー、まあ要は提示するので、その中で自分がピンときたものをね、セレクトしてもらえればね、嬉しいですね。 で、まとめなんですがね、まあ試合の主導権を握ることっていうのはね、すごく重要で、その駆け引きは実は試合前からすでに始まってると思うんですよ、私はね。で、私の場合だと、えー、次の試合に入る控えとして大会本部からコールされたら、まず相手より先に試合機を取りに行きますね。そして自分たちの試合コートが空いたらね、相手より先に行ってね、場所になれるようにします。だから要は、 控えだったらね、次に何々さんと何々さんはね、このコート入ってくださいっていう状態ですね。で、その試合が終わったら次入るんですけど、その時に相手より早くね、コートに行くと。その試合コートにね。で、もう自分が待ってる状態ね。しかもボールをね、もう先に取りに行って待ってる状態。そうやってもうね、先手先手、それでて主導権を取るんですよね。でね、サービス練習が認めてられる、認めて、ね、いられるならばね、相手にボールを渡して先に打ってもらうんですね。 まあだからでて別にそんなに先に打ってもらうことってそんなメリットはないんですけど、ただ、相手にね、サービス練習を先にしてもらうことを自分自身で主導できることは大切なんですね。要は先にコートに入り、こちらが相手にサービス練習を促してるんですね。もうこの時点でほんの少しね、<laughs> 私の方が試合前の主導権を握ってますよね。まあすごくね、細かいことなんですけど、こういう積み重ねの延長上に、試合の主導権を握るきっかけが眠ってるんですね。 <laughs> で、最終的にはね、気の問題なんですけど、主導権を握るぞという思いがね、湧いてくるので、私はね、勝つために毎回行ってるんですね。まあ、やり方は人それぞれなんですけど、こういう考え方も参考にしてもらいながら、あなたの主導権の握り方を見つけ出してね、まあ、そして自分のね、スタイルを高等上でね、表現してもらうのがベストだと思うので、まあ、あの、自分のプレイスタイルのね、空に前に主導権を握るというものをね、 踏まえて自分のスタイルを表現してもらうといいと思うので。要は自分の主導権が握れてないときは一回主導権を握ってから自分のスタイルをね、行いましょうっていうね、内容ですのでね、ぜひそれらをね、意識しながらね、もし試合に出られるならばね、トライしてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。